皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和からカスタマイズした車両を紹介します。紹介してくれるのはガックンことフロントの高橋くんです。はい、よろしくお願いします。もうガックンといえばレクサス、はい、レクサスといえば LC500 ということで、はい、今回ご紹介するのがなんと LC コンバーチブル。コンバーチブルです、はい、でさらに以前紹介したもう一台もなんか知人お仲間ですね、はい、オーナー様の知人の方が、はい、こちらのコンバーチブルカスタマイズしたということで、ちょっと2台合わせてちょっとご紹介させていただきたいと思います、はいはい、早速行きましょうか、はい、で外観、外観まず、はい、メッキパーツ と、純正のガンメタみたいな、あー、なるほど、は全部黒で統一して、はい、メッキはスモークですね。あ、そうなんだ、はい、この枠はスモークで塗って、じゃあちょっとブラッククロームみたいな、そうですそうです、感じで塗ってあって、はい、でこのグリルの中身をグロスブラックで、グロスブラックで、でちょっともう2台とも塗っちゃってるんで、はい、どこが塗ったのか塗ってないのか分かんないですけど、この辺がしっかり全部塗ってあって、でエンブレムなんか意外にそのまま触らない、そのまんまっすね。なるほど。であとここが、そこも、塗ってます。なるほど。もともとガンメタでボディ色みたいな感じなんで、ちょっと顔つきがかなり変わった感じで、で両方ともそんな感じ。そうですね、そうですね。じゃあ結構顔つき的には似たような感じ、フィニッシュで。で今回の車はなんとちょっとエアロが、はい、モデリスタのエアロがもともとこれモデリスタなんだね、ついてるんで、でモデリスタってメッキがものすごい多いんですよ。なんでそこのメッキも同じくスモークペイントで、これも塗ってあるんだ。そうです。さすが純正、なんかフィッティングと、はい、ちょっと小ぶりな感じが、はい、いい感じです、はい、そしてまた車高が低い。これはちょっと大丈夫なのって思っちゃうぐらい。2台とも同じぐらい、確かに です、ね、でももしかしたらこっちの方がエアロ小ぶりだから、はい、こっちの方が低いかもしれないぐらい、あんまり変わらない。いやでもこのサイドのちょっと張り、あ、ここはね、ここがここ本当にグーが入らないぐらいとてつもない低い、純正でこんなに純正エアロでこんなに低くしちゃうの、こんな感じのフロント周りになってて、でボディカラーはこれ元は一緒なのかな。同じ色ですね。同じ色で、向こうは、マットのプロテクション。なるほど。こっちは透明のプロテクションを全部貼ってます。あ、これ透明のが貼ってあるんだ、はい、なんかもう綺麗に貼りすぎてて全然わからないです、はい、でこれはフルで貼ってある感じ。フルで貼ってあります。あ、じゃあもうバンパー、ボンネット、フェンダー、ピラー全部、ドアとか、あ、ドアも貼ってあるんだ、はい、これ、ステップとかも全部、本当に全部っす、ね、あ、そうなんだ。これなんか全然このレクサスのめちゃめちゃ綺麗なこのメタリック塗装を全然損なってないというか、そうですね、本当に貼ってないみたいな、はい、もしくはもうガラッと雰囲気変えて、そうですね、あるんであれば以前紹介した向こうのマットホワイトみたいにもできるみたいです、はいはい、でホイールの方が、ホイールが1221R5995、 なんかこのディレクショナル、回転方向のあるこのスポークで、はい、なんでしょう、同じ12なのにこっちの方がコンケーブしてるように見えるっていう、スポークが直線的なんで結構そう見えるかもしれないですね。サイズは2台とも一緒です。なるほど、はい、これえぐいね。えぐい、もう本当に斜めから見るとセンターキャップの部分が見えないぐらいコンケーブ逆反りしてる、すごい。でこれはフィニッシュは、ブラッシュドのグロススモークですね。あ、そうなんだ。え、これじゃちょっと素材感も少し、そうですね、よく見ると。なるほど。あと光が当たるとちょっと透けて見える感じですね、うんうんうん、なるほど。そのメッキのスモークと合わせて同じような感じで、じゃあこうグロスのブラックでもう真っ黒にしちゃうんじゃなくて、はい、ちょっとこう素材感を生かしたそんなフィニッシュになってて、はい、でピアスボルトも、ピアスボルトは、黒ですね、真っ黒黒で、はい、これはあえて出さないっていう、あ、出さないというか目立たせないっていうのが目立たせないポイントで、はい、はい、でこのボルトもしっかり、これチタンかな、チタン風かな、あ、風なんだこれえ、チタン風、あ、一応ステンなんだ、あ、そうなんだ、
それもちょっと色味が合うようなやつ。ああなるほど、はい、メッキとか真っ黒持ってきちゃうんじゃなくて、はい、どっちかっていうこのブラックローム的なので全部統一しちゃうと、はい、でこれタイヤのサイズ的にも全くサイズは全く一緒ですね。265、3521、はい、これ LC ってなんかこうホイールチョイスでなんかちょっとポイントとかあるの、はい、例えば21がベストですよとか幅もこれぐらいがみたいな何パターンか。あ、そうなんだ。何パターンか僕の中ではあるかなっていう感じ。22も入る。22も入ります。だから21の方がこう走行性能的にとか、うん、あとはまあコンケーブを取りたい方は。あこれインチがでかくなっちゃうと逆にこのここが急じゃなくなっちゃうから少しコンケーブが緩くなると思う。そうですね。あとタイヤのその選択肢なんかも。そうですね。21の方がちょっと分がある、はい、22も作ってみたいですね。あ今まで作ったことはない僕はないです。あでも結構世の中的には22に行っちゃってる人もいますね。画像とか見てる海外の画像とか見てると。なんでぜひそんなお問い合わせもぜひ高橋君まで、はいはい、そして今回車高もかなりいい感じですけどこれは、はい、これ RSR でローダウンしてますね。でさらにこの上げ下げができるように、はい、ロベルタのリフターも、はい、リフターもついてるみたいで、はい、ちょっと後で動きも見てみたいと思います、はい、そして横に行くと同じようにこのモデリスタのエアロがついてて、はい、ここのメッキパーツも、スモークペイント。あこれも塗ってあるんだ、はい、結構レクサスとかトヨタのトップグレードってメッキパーツこう多いから多い。ここ触るだけでだいぶ印象違うね。そうなんですよ。この辺は塗ってあるの。これそれも塗ってますね。あこれも塗ってあるんだ、はい、じゃあこれ全部一回外してってこと。そうですね。マジすごい。であとはこれ窓枠とかは最初から。窓枠は最初からでミラーのこれかなこのちょっと待ってあここだけ塗ってあるんだ。はあ。それもメッキだったっすね。それもじゃあ分解して塗ってんの。そうです。でも確かにちょっとメッキ押さえるだけ全然印象違うね。そうなんですよ。そしてコンバーってことで今回このラインが、はい、とても美しいでございます。そして後ろに行くと後ろも同じ21インチがこれ後ろもえぐいね。えぐいですね。これでも前と同じぐらい下手したら前の方がついてる。前の方がちょっとコンケーブしてるかなってぐらいだよね。とてつもない本当にすり鉢状の、で今回コンバーチブルってことでちょっと足回りにちょっとポイントというか、はい、一癖というか、はい、あるっていうことで、はい、ちょっとまだ完全な完成型ではないですね。今の状態がもう全然 LC 乗ってない人は関係ないけど結構コンバーチブルとクーペでなんと足回りの構造が違うってことで少し構造自体は一緒ですね。あそうなんだ。形状がそうですね。屋根が開いちゃうしまわないといけないっていうところでちょっとこのメカがしまう部分の関係でちょっとクーペの足回りがそのままつかないで今回は前はクーペ用の、はいはい、で後ろはとりあえずロフダウンサスでとりあえずダウンサスでで今なんか開発中。そうですね。なるほど。なんでそれが完成したらそっちにそれ物理的にもつけられない。物理的につけられないもん。いやつけられます。ただ屋根開けた状態にできなくなっちゃう。ああ気候にぶつかっちゃってる。そう。なるほど。閉めた状態だったら全然問題ない。ああなるほど。あとはでも重量的に多分後ろの方が重いから。そうなんですよね。ちゃんとカブリオレというかコンバーチブル用にセッティングしたのをちょっと今待ってる状態。はい、はい、ただ後ろに合わせてしてあるんでかなりいい感じです。であとはこの後ろ、この辺も。あこの辺もこの辺もフロントに習ってレンズの周りは塗ってますね。なるほど。全然印象が。あとディフューザーとマフラーカッターも塗ってます。あこれ、はい、これはちょっとあれそれはもともとグロス。あグロスです。グロスです。あなるほど。もともとシルバーだったんで。あこれシルバーなんだ、はい、へでここはもともと。そこはもともとです。あなるほど。であとこのメッキも。あここね、はい、へえ。でこのウィングも。ウィングはこれは TRD かな。あこれも TRD なんだ。もともとオーナーさんが納車の時にもうつけた状態。じゃあもう純正チューナーというかモデリスタと TRD で違いこそあれどちゃんとなんか純正
取り扱いパーツで統一してると、ね、はい、これちょっと TRD って言うと本当にっていうぐらいちょっとこうアグレッシブな、そうですね、しかもこれ裏側、カーボンなんですよね、まあ、全部カーボンなんですけど、そうなんだ、上だけ黒に塗り分けてある、これもともと、もともとす、あ、そうなんだ、これマニアックだね、すごい、これパーツも結構しそうな、そうっすね、こんなウイングがついてるみたいです。なんかこう統一感があって、ペイントカスタムもそうだしエアロチョイスも、はい、そんな1台に仕上がってます。あと今回コンバーチブルってことでちょっと屋根の開くのもちょっと見ていただきましょうか、はい、ちょっと初めて見ますコンバーチブル屋根開くの、まだそんな走ってないよね、最近ちょこちょこ見るかな、ただ LC がそんなに台数見ないんで、コンバーチブルだとさらに早い、あ、こういう風にしまうんだ、なるほど、めっちゃかっこいいこれすごいね、開けた方がかっこいいですよね、確かにここかっこいいね、これオプションなんですよ、あ、そうなんだ、100万ぐらいするらしいです、本当に、これレクサス純正オプション、そうです、そうです、なんかちょっとスピードスターっぽい、なんかそうですね、はあ、そして中がなんとこの赤と黒の、これシートめっちゃかっこいいね、シートもクーペと違うんですよね、ね、これすごいね、ちょっともう開けて走るにもってこいな、そうですね、はあ、でこれ今気づいたけど、これつけちゃうと二人乗りになっちゃう、そうなんですよ、本当にそうですね、そういうことだよね、乗れないですね、まあ、もともと乗れないけど、はい、あ、そうなんだ、これいいね、ちょっとなんかもう、少し止めとくぐらいだったらあえてちょっと、防犯上よろしくないけどこう開けて止めときたいみたいな、はい、すごい車です。あと内装的には今回特に触らず、特には触ってないですね、ノーマルで、はい、まあ、純正でかなり色気があるんで、はい、こんな感じかな、はい、あとせっかくなんでちょっとその足回りの機構のところを、もう本当にコンバーチブルで足回り交換興味のある方にしかいらない情報なんですけどちょっとせっかくちらっと見えたんで、これちょっと屋根途中で止めらんないんだ、いや勝手にちょっと一定時間経つと閉まってきちゃうんで、あ、なるほど、開けっぱなしも多分良くないん で、 そうですね、ちょっとチラ見せですけど、ここが飛び出ちゃうってこと、あー、なるほど、はー、ここが交換するのにあたってちょっと鬼門、ここが屋根がそうなっちゃう、なるほど、 RSR のここ結構飛び出るんですよ、減衰のダイヤルとかがついてる、で今それ絶賛開発中ってことで、そうですね、出来上がったらじゃあそっちに交換する予定で、まあ、何でもそうだけど一番乗りだといろいろそういう工夫というか必要になるということで、これかっこいいね、はい、そして以前もご紹介させていただいてるんですけども、こちらの LC、はいはい、もう結構な反響がありました、このホイールの色もそうだし、はい、このマットのボディカラーも、はい、で以前ご紹介させていただいた2回ぐらい紹介してるよね、確か2回、そうですね、そうだよね、はい、でさらにカスタマイズが今回進んだってことで、カスタマが止まらないです、はい、まだゴールじゃないゴールじゃないですねなるほど、ちょっとそのカスタマイズしたところをちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、でこれは今回内装をちょっと、うん、内装を結構大きくいじって、外装はちょろっと仕様変更というか、はい、どっちからいきますか、あれ外装もちょっと変わったんだっけ、マーカーで、外装のカスタマイズのポイントとしてはここが、はい、US の US レクサスのサイドマーカー、北米仕様の、はい、純正部品ですね、あ、これ純正部品なんだ、そうですそうです、で今回これをつけるのはこのバンパー穴を開けて、そうです、でも多分純正あれだよね、トヨタだから裏側にこうここにマーカーがつきますよっていう跡があってだよね、
ありますかね、でも日本仕様で。いやいや、結構あるんだ。あるっすか。あるあるある。それこそ20年前ぐらいその北米仕様好きで結構いろいろマーカーつけたりとかで本やってたんですけど、本当はこうここにマーカーがつくであろうところがこうちゃんと裏側にこう跡があってそこにつけられるようになってたりとか、ちょっとこの車は分かんないですけど、まあ、純正の位置にちゃんとついてると、はい、ちょっとアメリカっぽい、なんかホイールも相まってアメリカっぽい仕様になってます、はいはい、でこんなカスタマイズも純正パーツも全部ご用意できるということで、はいはい、お気軽に何でも高橋くんまでご相談いただければ、はい、そして今回内装をやってあるということで、はい、はい、オーディオカスタムをちょっとがっつりとやってるんで、なんとびっくり、ドアのスピーカーを、あ、これ何イルミネーション入ってる、入ってます、ドアアウター化して、で、純正のツイーターが入ってるところも埋め込みで、ダッシュボードっすね、あ、ここすごい、え、これ純正と同じこのアルカンターラでってこと、いや、純正はカバーっす、あ、カバーなんだ、こっち見ると分かる、あー、なるほどなるほどなるほど、で、このピラーのアルカンターラに揃えて、このそうです枠もちゃんとアルカンターラで張り替えて、すごい、これはちなみになんていう、ブラムっていう、ブラムっていう、はい、はー、であとサブウーファーも純正位置に、ああ、そういうことなんだ、これちょっと純正の位置でこうなんていうの、いじりすぎてないのもちょっとポイントなの、そうですね、これなんか派手な色にしちゃうとかじゃなくって、そしてさらにこの室内だけじゃなくて、はい、トランクもアンプが入ってます、これトランクが狭いす、え、ちょっと待って、あ、わあ、すげえ、これすごいね、ちょっとオーディオ詳しくないんでどこまでが何なのかわからないです、僕も好きなんですけど、はい、そんなに詳しくないですなるほど、お客さんのリクエストでこういう風にして、はい、なるほど、オーディオの職人が、はいはい、こういうカスタマイズもボンドでできるそうです、はい、これは間接照明でここも入ってて2段になってるんですよね、1段下にアクリルが入ってて、あ、なるほど、アンプとプロセッサーが入ってる感じですね、はい、でその関係でもうトランクがどんくらいでしょう、もう深さが15センチぐらいしかないっていう下が全然バッテリーとか入っちゃってて、純正の下にこう掘り込めない車なんで、なるほど、まあ、こんなこともプラス、まあロベルタもついちゃってる、あ、そういうことか、ロベルタもこの下に入ってる、いや、ロベルタはその、あ、その奥に、はい、あ、これか、はい、まあカバーすれば一応、確かに全然言われないとわからないぐらい、ただ狭さが、靴ぐらいしか入んないかもしれない、なるほど、でもオーナーさん的にはもう なんていうかこう遊びの車というか趣味の車なんで、はい、もう完全にこう利便性を殺して楽しめる車に売ってあるっていう、はい、そんなカスタマイズがしてあるみたいです、はい、じゃあせっかくなんでちょっとロベルタの方も、はいはい、こっちコンバーチブルのトランクですけれども、はい、ちょっとクーペより狭いですけど、うん、まあ意外と容量は、はい、ていうかさっき向こう見てからだから広く感じちゃう、そしてこの奥がロベルタってことで、はい、今回このカバーついてますけど、はい、これ毎回ロベルタロベルタで紹介してるけど、要はそのエアーでこう膨らむカップが入ってて、それがこう膨らんで車高が上がるっていう、そうです、なるほど、え、これってロベルタってメンテナンスとか必要なの？5年間はメンテナンスフリー、え、本当に？で、10年保証、え、これ昔のエアサスみたいにこうエアっていうか水抜いたりとか、タンクがジュラルミンらしいんですよ、はあ、なんで水抜きいらないみたいな、そして今回ちょっと動きも見てみたいと思います、早い、なんかでも毎回リアクションで早いって言ってる付属のリモコンで、はい、まあ車内に基本はどっか設置して、はい、まあちょっと離れたところでも使えることは使えます、
これしかもその車高調ベースについてるからこうベストな車高にしてそこから上げたりとかっていうのができる。そうですね、本当になんか駐車場のその段差とか踏切とかその時だけポチッと上げて回避できちゃうっていう、はい、これならでもエアロついてても普段低くしててもなんかある程度のとこはいけちゃいそうですよね。裏当てのあの入り口もなんかあーとかならずにスーッて入れちゃうんですよ、はい、こんなのがついてる。これ LC だけじゃなくていろんな車で入れられます。あいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた LC500 コンバーをご紹介させていただきました。他に何か持ってこいな車ありますか？ LC 以外で。LC 以外。LC 以外で。でもレクサス全般結構入庫も多いし、そうっすね、カスタマイズするのが LC が一番多いから。LC は多いですね。他にもなんか。LX もちょこちょこ。RCF とか。RC この前。僕ちょっと担当してないですけど横山さん作ってましたね。なるほど、そんなのもいろいろカスタマイズできるみたいです、はい、もう何でもレクサスのことであれば、はい、ボンドショップ浦和までご相談ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。